お疲れ様です。めっちゃ今更なんですけれども、自分猫飼ってまして、まあご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、すごい猫飼ってるんです。すごい数的な意味で、でね、今日は改めてね、まあ猫の紹介をしていければなって思います。ポチキポチキ、はい、こちらはポチギという子です。はい、三男っすね。三男、次男、どっちかわかんない、三番目の子だね。はい、今年4歳です。早いね。でね、この間ね、測ったらね、5.6 キロもあったんですよ。デブだね。沖縄料理っていうか、まあ沖縄の食品でいうとこのね、ウインナーっていう意味でね、ポチギっていう単語があるんですけど、そっから取ってます。ポチギ。5.6 キロ。でか。でね、これほら、ちょっとね、後ろの足が悪いんでね、あんまりこの踏ん張りがね、効かないんですよ。ジャンプとかもあんまり高い距離っていうか 高さがね、ジャンプできない。ポチギ、今年4歳。ポチギ、かわいいね君ね。ぜひぜひ覚えてください。よろしくお願いします。ポンポン。あ、そうそうそう、名前はポチギだけど、だいたい呼ぶときはポンポンで、ポンポンです。ポンでもいいですけどね。ね、はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。こっちがこの猫じゃらし風じゃらし、これね、とっても好きなんですよ。これ行ってこーい、もっちゃん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 。はい、こちらがもっちゃんです。2番目の子、はい、名前はもずくです。まあこれも沖縄料理のあのもずくね、もずく、かわいいでしょ。女の子です。なんで今年5歳で、この間測ったら 5.1 キロぐらいでした。はい、この子はね、人が嫌いでしてね人がね、マジで嫌いなんですよ。顔は可愛いんですけど。そう。なんで、今日ね、こうやって撮影しててね、一回も出てこなかったです。ごめんね、今無理やり連れ出しちゃってね。やだね、ほんとにね。ああ、ほら。もっちゃんでした。はい。今、ポチギがもっちゃんの匂い嗅いでますけれどもね。ポチギともっちゃんはね、ちょっと仲悪いんですよ。うん、今はね、人がいるから外面がいい感じで猫の皮かぶってますけど、ここはね、本来仲ちょっと悪いんですよ。うん、しょうがないね。もっちゃん帰っていいよ。もう大丈夫だよ。もっちゃんでした。ちょうどいい流れでこれランランが来たから、ランランの、はい、ランランの紹介しようかな。ランランは見ての通り一番懐いております。見ての通り。名前はラフテーです。これも沖縄料理の豚の角煮っていう意味ですね。はい、で一番長男でね、今年6歳なんですよ。6歳、すごいよね。でね、その割に一番軽くて、測った時この間で 4.8 キロぐらいだったかな。スリムなんですね。イケメンラフテー、この通り一番人間に対応している猫と言っていいね。よく荒木ズキッチンであのエプロンとかつけてるやつ、あれもまあラフテーがモチーフだし、これもかな、このまあ今売ってないんですけど、このパスケース、まあこれもまあラフテーだし、よく見たら色違うけどね、これね。我が家とこの荒木としてのなんかいろんな至るところにラフテーは結構出演しております。もう天才なんで。ポチギはドア閉めるのが好きなんでね。
なんかわかんないんですけど、これでラフテーともっちゃんとポチギがおります。上から順番に言うとラフテー、もずく、ポチギです。そうなんですよね。皆さんにね、ちょっと一個ね、ご報告しなきゃいけないことがありまして、はい、こちらです。はい、皆さん、皆さん、4匹目です。はい、4匹目の子です。あ、ちなみに猫種言うの忘れてたわ。ラフテーがラガマフィンっていう猫種で、もっちゃんもラガマフィンっていう猫種です。で、ポチギだけサイベリアンっていう猫種でした。で、今回この子、ラガマフィンの今5ヶ月の子になっております。名前はですね、次元と言います。はい、あれ、お前さっきまで沖縄シリーズで来てたくせに何急に渋い名前つけやがって、次元ってなんだよとね、そのようにね、みーやだね、はい、みー、はい、思われるかもしれませんね。まあちょっと聞いてくださいよ、次元の由来を。あのね、ちょっとね、最近ね、まあ、ポチギも4歳じゃないですか。なんでここさ 2,3 年ぐらいね、保護猫探してたんですよ。保護猫と譲渡猫、はい、探してて、でやっとね、結構半年前ぐらいにビビッと来る子がいて、鹿児島にいる子だったんですよ。鹿児島、まあ遠いじゃないですか、自分は東京にいるもんですから。でもすごいビビッと来たから、これ鹿児島に行って迎えに行こうと思ったわけです。で、鹿児島の取り扱ってた店舗が二軒茶屋っていう、駅が最寄りの二軒茶屋店っていう店だったんですよ、鹿児島。皆さん聞いたことあるかもしれないですけど、あの東京にね、三軒茶屋っていう地名があるんですよ。あれの3が2になっただけの地名っていうの、鹿児島にあって、お、すげえなと。この二軒のところを取ってね、もう俺引き取る前からこいつは次元だ、次元を鹿児島に迎えに行こうと思ってたわけですよ。でも鹿児島ってそんなにフラッと行けるもんでもないですから、あの俺がねちんたらしてる間に、鹿児島の方が、まああっちの住民の方ですよね、が先にその次元を引き取っちゃったわけですよ。でもまあ幸せになってくれるならいいかと思う反面、俺やっぱり次元いなくなっちゃったと思って、逆に次元を探すたびにそこから出たんですね。次元の名を冠するにふさわしい猫を探してて、やっと見つかったんです、次元の名を冠するにふさわしい猫が。ということでこちら5ヶ月のラガマフィン次元です。みんなよろしくね。まだケージ生活してるんですよ。結構やっぱラフテーはね、結構ね、いいやつなんですよ。まあ、ラフテーからしたら、やっぱりもう3回目ですから、その新入りが来るのって、もう慣れっこなわけですよ。やっぱポチギだね。ポチギが一番、毛嫌いしてるわけ。もうずっとシャーシャー言うの。喧嘩しちゃって。やだね、やだね。うん、すごいすごいすごい。あーもう。だから最近手噛まれすぎちゃってさ、アラキズキッチンとかやるとき、もしかして俺黒い手袋をしてるかもしれないけど、猫のこの痛いこの猫の傷を隠すようなんで、あんま気にしないでもらって。かわいいね。今後次元も登場することがあるかと思いますんで、皆さんよろしくね。次元アップアップなるアップ、おおたまらん、ちげん、うわ、ちっちゃいね。次元はね、まだ何キロかわかんないよね、測ってねえから。はい、というわけで我が家の、猫の紹介でした。
4匹になりましたので、今後とも皆さん、荒木ともどもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。にー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 、ほらポチギ来た、ポチギポチギ。よろしくお願いします。